メリークリスマスです。日吉浩平です。究極召喚アレクサンターを使って今日はパズドラをやっていきたいと思います。挑むダンジョンは新無限回廊の五角形4マスですね。挑戦します。で、この無限回廊なんだけど、五角形4なんだけど完全に無視だね。この潜水っていう悠々白書キャラのね、やつが確か強制的に 7×6 とかにしてくれるから、もうこれはもはや 5×6、 5×いくつ4じゃないっていう、めちゃめちゃ難しいんじゃないかな、普通に 5×4 とかでやったら。で、この今使ってるアレクサンターっていうキャラクターが体力タイプの HP を 2.5 倍にしてくれるっていう、結構個性的で強いキャラクターなんだよね。だけどこれもう多分もう入手できないんだと思うんだ。このキャラクター、アレクサンターっていうキャラクター、何のキャラクターかっていうと、昔、結構昔かな、何年か前ぐらいにクリスタルディフェンダーズっていうスクエアエニックスから出されてた、なんだっけな、タワー式ダンジョンゲームみたいな、さっき調べたらそうに載ってたんだけど、そういうアプリゲームのコラボキャラだったんだよね。コラボでまた復活すれば手に入るじゃないかって思う方いると思うんですけど、このクリスタルディフェンダーズっていうアプリが2016年くらいでサービスが終了してたらしいんだよね。私全然知らなくて、びっくりしてるんだけど、もう手に入らないんだってね、アレクサンターとか。あとこのクリスタルディフェンダーズのもらえるキャラで何があるかっていうと、極芸士ってクリスタルディフェンダーズのキャラクターだったんじゃなかったっけな、多分そうだと思うんだけど、極芸士って何かっていうと、ひとときめちゃくちゃ話題になったキャラクターなんだよね。回復の2コンボで49倍が出る、当時のラーかな、ラーと同じくらいの倍率が、ラーは5尺ぐらい消さないと出なかったんだけど、その極芸士はハートを消すだけでその49倍っていう効果力が出たもんだから、極芸士当たった人に対してのその威圧がすごかったんだろうね。多分いっぱい課金しても極芸士持ってませんでしたよみたいな人に対しての。で、多分そのクリスタルディフェンダーズっていうのが2016年ぐらいで終わっちゃったもんだから、その強いキャラクターっていうのがゲットできなくてますます嘆いたって感じなのかな。その極芸士事件みたいな話については詳しくないんだけど、その極芸士っていうキャラクターが一世を風靡したっていうような事情があるってことだけは知ってるんだよね。私極芸士も実は持ってるんだよね、その49倍が出るキャラクター。でもあんまりそのサブキャラクターが豊富とかじゃなかったから、マウントが取れるってわけじゃなかったんだよね。で、その一世を風靡したクリスタルディフェンダーズのキャラクターなんだけど、このアレクサンターっていうキャラクター、なんかサンタクロースっぽいなと思って、クリスマスも近いっていうことで今使ってます。もうゲットできないキャラクターなんで、ちょっとこの新無限回路 5×6 を攻略したいっていうキャラクターにも方にはすごく申し訳ないんだけど、今日はちょっとこれを使いたいなと思ったんで使ってみたいと思います。この潜水っているじゃないですか、幽遊白書のキャラクターなんだけど、私幽遊白書のキャラクター持ってないんだよね、一体も。結構小三治ってさ、まあいいや、小三治なんだよね、パズラに関しては見ての通りなんだけど、アレクサンター持ってるぐらいだから、アレクサンターがそのコラボでもらえた時期っていうのは結構昔だと思うから、それぐらいの時からパズドラをやってたってことを考えると、私は結構ベテランなわけなんだよね。で、その潜水だ持ってないんだよね、でもベテランなんだけど、私途中でパズドラに飽きてしまってやめちゃった時期があったから、その時にちょうど幽遊白書コラボが出てたんだよね。結構強いな、この潜水っていうキャラクター。原作の方だと潜水は結構強いんだよね。成功機、成功剣だっけね、成功烈習剣みたいな技を使うキャラクターなんだけど、その成功機っていうのが普通の人間には出せないような洗練された霊気なのね。それを潜水は使えるようになったということなんだけど、その S 級妖怪ぐらいのパワーがあるっていうキャラクターを持ってないんだよね。やってなかった関係があって、欲しいんだけど、幽遊白書コラボが来る可能性とかはあるのかな。遊戯王とかも持ってなくて、キャラクターとか、そのコラボ復活の兆しっていうのがちょっと影が、兆しが薄いような気がするんだよね。幽遊白書とかもなんか特別にイベントがあるわけじゃないと思うんで、なんでパズドラって幽遊白書コラボしたんでしたっけ、覚えてないんだけど、でも幽遊白書がその結構昔のアニメなんだけど、その2010年以降、2016年とか17年とかそれぐらいの時期に確かオリジナルアニメが出されたみたいな情報は知ってるんだよね。多分その関係だったのかな。なんでコラボされたかは分かんないんだけど、そういう目星イベントがないとコラボは復活しないんだと思うんだ。だからクリスタルディフェンダーズはもう配信が終了しちゃったから、もう手に入らないだろうね、残念だけど。このアレクサンタってキャラクターはね、それでこそ個性的でなんか強そうに聞こえるんだけど、今の時代だと全然ダメダメみたい。なんでかっていうと、あんまり使ってる人がいないし、注目されてるようなキャラクターじゃないからなんだけど、
うん、かわいそうだけど、でもコラボっていうの復活するものもあると思うんですよね。うんと、ハンターハンターとかはね、結構期待してるんだ。あの、まだ原作やってて、ジャンプとかでもまだ連載やってることにされてるんだと思うんだよね。ここは硬いのかな、にって出てるけど。でもその連載を休止してる関係があって、その連載が再開するタイミングでもしかしたらコラボ復活するんじゃないかなっていうことは私は密かに期待してるんだよね。その連載が復活しただけで結構フィーバーになるぐらい読者の方々は嬉しいみたいなんだよね、私も含めて。だから、うん、その連載再開記念でみたいな感じでハンターハンターはありえると思う。あと鬼滅コラボ、あんまり私いいキャラが出なくて、もう一回ぐらい復活してほしいなっていう気持ちはあるんだけど、鬼滅コラボ、鬼滅コラボ多分あると思います。なんでかっていうと、その原作は終わっちゃってるんだけど、アニメが多分始まるじゃないですか。まだ始まるとか何も言われてないんだけど、映画が大盛況で、大盛況らしくて、千と千尋に追いつくような勢い、あんまりニュース見ないかわからないんだけど、それぐらいの勢いで人気だから、結構その興行収入とかでその UFO さんが潤ってるはずだから、絶対続編のアニメとか出るんだよね。だからその関係で、そのアニメ再開っつうか、アニメ2期開始記念みたいな感じで出るような気がするんだよね。だから鬼滅コラボは今キャラクター持ってない人も安心してパズルを続けてられるっていう感じだと思うんだ。で、あと再開してほしいコラボって言ったら、そうだな、なんだろう、妖怪ウォッチとか。私妖怪ウォッチのキャラクター1個も持ってないんだよね。いつコラボが開催されたのかっていうのも全然わかんないんだけど、その妖怪ウォッチっていうことに関しては、私はコラボするかどうかに関してはちょっと、なんとも言えないって感じじゃないかな。今やってる仮面ライダーとかも復刻みたいなんだけどね。なんで仮面ライダーがこの時期に復刻されたのかもよくわかんないんだけど、なんか話題だったんじゃないかな、もしかしたら。けどだけど妖怪ウォッチが話題に上ることっていうのはあるのかな。その妖怪体操とか私踊れるぐらい練習して覚えたんだけど、歌をね、あ、体操は覚えてないけど、妖怪体操の歌を覚えたりしたんだけど、その一世を風靡した時代って、あ、硬いな結構。何コンボかしないとその潜水の多分倍率が出ないんだよね。でも多分ね、普通にやってれば勝てると思うんだ。こんな感じで8コンボだったっけな、 7×6 だから8コンボは、そう、適当にやってても出るから。妖怪ウォッチ、今の小学生とかっていう人たちは何を見たりするんですかね、わからないんだけど。私が小学生の時はね、私小学生かもしれないっていうちょっと希望的観測を持たせたいんで、ちょっと小学生かどうか言わないんですけど、今の小学生のブームには疎い小学生っていう可能性があるってことを思って聞いてほしいんだけど、ポケモンとか妖怪ウォッチとかはね、まあ流行ってるっていうのはわかるんだよ。今じゃないよ、流行ってた時期があったっていうのはわかるんだけど、今流行ってるのって言われたらなんて答えるんだろうね。チャギントンとかかな。チャギントン結構好きで、あの、見たりしたりするんだけど、あんまり詳しくないんですけどあんまり詳しくないんだけど、でもそれは人気じゃん。あ、なんかすごい死にそうだ、危ねえ。体力が確か10万ぐらいあるから結構強いんだけど、軽減がないから、こういう、なんだろう、こいつトリトンの重圧みたいな攻撃してきたけど、そういう攻撃にはちょっと弱いっていう感じだと思うんだ。うん、だから妖怪ウォッチはもしかしたら、そのまた小学生の中でブームが起きたらあるかもしれないけど、それ以外は分かんないって感じだね。すごい人気だったら申し訳ないんだけど、だけどなんだろうな、昔の方が妖怪ウォッチ面白かったよみたいな意見もなんか聞いたことがあるんだよね、その風の噂で。だからあんまり旬じゃないのかもしれないっていうのはちょっと薄々。これ毒かな、これ倒しとかないとまずいんじゃないの。なんか、おお、弾くんだ、すげえ。この弾くっていうギミックもなかったもんね。今やってるこの無限回路っていうダンジョン、スタミナゼロでできるから今やってるんだけど、スタミナ今なくてね、ランクが最近急激に上がったおかげで、全然高難易度のダンジョンとかやってもランクが上がんなくなっちゃって、で、石とかも使いたくないからこの無限回路に来てるんだけど、そのスタミナゼロでできるっていうことに関してはね、すごく評価が高かったかな、昔は。私がパズル始めた頃っていうのは、その携帯とかを持てる資格がなかったので、その Wi-Fi の環境がないとできなかったんだよね、こういうパズラっていう、インターネットにつなぐソシャゲっていう類のゲームかな。だからそのすごく重宝したんだよね、スタミナゼロっていう点において。スタミナゼロっていう点においては重宝したのかな、いや、わかんないんだけど。ああ、そういう意味じゃないわ。何が言いたいかっていうと、そのスタミナが
ゼロっていうよりか、あれかな、なんだろう、なんて言ったらいいんだろう、このサタンというやつは結構強かったような気がする。7コンボじゃ多分いけないと思うんだ。でもこういうなんか悠長な攻撃をしてくれるから大丈夫ですと。フロアが長いじゃないですか。でなおかつスタミナもゼロでできるっていう点で、その家でしかパズドラにログインできませんよっていう方々に愛されたダンジョンだったと思うんだよね。なかなか高難易度で難しいし、ダンジョンクリアしたら多分石がもらえたはずだから、それでラッキーみたいな感じで。だからあのよく外出するときとかは、私はあの iPod Touch とかでやってたから、このパズドラっていうゲームをこういうダンジョンに入ってから外出するみたいなのが日常茶飯事だったような気がするかな。今はそういうことないんだけど、だけどめちゃめちゃ難しくて、あの多分ですけど、その当時やってた皆さん、昔からやってた皆さんは、そのクリアできるっていう楽観的な考えを持って挑んでるわけじゃないんだよね。なんかクリアできたらラッキーかな、でも一応ちょっと入っとくかみたいな、その外出先で暇になっちゃうから一応入ってクリアできたら御の字だなみたいな気持ちでやってたから、そのクリアができるダンジョンとしての認識はなかったと思うんだよね、その昔。だけどこの通り、なんか潜水っていうキャラクター、今は別に旬じゃないと思うんだけど、それとその片方がいれば、その昔のクリスタルディフェンダーズダンジョンのダンジョンかな、わかんないけど、それで入手できたモンスターを連れて、いやこれちょっと待ってね、ごめんね、これ強いかもしれないから、ちょっと真面目に組んだわ、真面目に組んでこの程度か。でも落ち込んが来たから OK、そのクリアできちゃうんだよね。 5×6 で回復なしとかじゃなかったっけな、このダンジョン回復はあるのかな。そのおかげだよね。もうインフレが激しいってことを象徴してると思うんだ。昔のこの無限回路みたいなダンジョンはね、あの本当に果てしなく難しくて、クリアできるやつなんか、あの自分の身の回りにいなかったもんね。だけどこのアレクサンターも強力なサブとフレンドがいれば輝けるっていうことを今日ここで証明したいと思うかって。30フロアなんだ、なんだかんだ言っても28フロアだから、この辺からちょっと、うん、なんか真面目にやった方がいいような予感はする。この無限回路っていうダンジョンは最初の方は結構簡単な感じなんだけど、奥に進むにつれ難しくなってくるから意気消沈しちゃうんだよね。その最後の最後で負けちゃうと、30フロアで結構長いし、だから外出先とかでそのめちゃくちゃ有効活用されたダンジョンではあったと思うんだ。結構硬いんだよね、こういう風に硬いんだな、すごいな、フル倍率出てたのに耐えるんだ。なんか絶対楽勝かなと思って挑んだんだけど、案外苦戦するからいいバトルになりそうだね。でクリスマスだからアレクサンター使ってるんだけど、本当はねサンタクロースじゃなくて、なんだっけな、あの今やってるなんかレアキャラとか使いたいんだよね。だけどコラボキャラ、全然コラボキャラっていうかイベントキャラみたいな、今やってるキャラクター、クリスマスでもらえるキャラクターっていうのあんまり持ってないから、そのクリスマスっぽいこのアレクサンターでお茶を濁そうってことで今日アレクサンター使ってます。よろしくお願いします。っていうことでやっていくんだけど、もうそろそろ終盤に入ってきちゃうのかな。ああもうこんな感じか。聴覚性ゼウスってこの時代も出たんだ。でも 5×6 でやったらさ、 5×6 じゃねえや、これ 5×4 でのダンジョンだったはずなんだよね。どうやって倒すんだろうね。でもまあこれでクリアできてしまうということだね。アレクサンターは強いってことでいいのかな。これで倒せるよね。だったらみんなアレクサンター使おうっていう話になるけど。おおおお、なるほど、全然効かねえや。結構硬いんだな。じゃあやっぱりこのダンジョンって昔からあったってことを考慮すると、今のこの最強パーティーでもクリアできないぐらいの強さだったから、もう到底無理じゃないかな、みんな。昔の方々、クリアできた人がいたらその人すごいってことだね。うん、アレクサンター強えな。